皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。高評価、チャンネル登録、拡散もよろしくね。今回はナルトのあのキャラを解説していくぜ。お願いします。ということで今回解説するのはナルトの登場に登場する美獣、四角だぜ。化けだ抜きね。ということで解説していくぜ。四角、ナルトに登場する美獣で尾が一本あるため、一尾という別名があるぜ。美獣は丸尾と呼ばれることが多い中、四角の場合は名前の方が浸透してるらしく、四角と呼ばれることが多いぜ。名前の由来はおそらく、文福茶釜で有名な狸が四角という層に化ける伝説からだぜ。好戦的でひねくれた性格でファンキーな口調で話すぜ。てか明らかにグレてるような感じがするぜ。確かに四角ってグレた不良って感じがするわ。彼がグレた原因は九尾らしいぜ。九尾とはめちゃくちゃ仲が悪いようで、九尾は尾の数で強さを判断するという悪癖があったんだぜ。これのせいで四角は九尾に馬鹿にされまくったらしく、過去に喧嘩して戦ったこともあるらしいぜ。だが、尾の数で強さが決まることに関しては疑問が残るぜ。確かにチャクラ量に関しては尾の数によって比例するようだが、その分九尾は特殊能力をほとんど持ってないぜ。対して四角は特殊な能力をかなり持ってるぜ。あの陸道仙人が美獣王の数で序列をつけるとも思えないしね。どうやら昔、風の国の僧侶によって捕らえられ、以降は砂がくれが四角を所有し、茶釜に封印してたようだぜ。かつて作中において四角の正体が、茶釜に封印された砂がくれの老僧の生き量だと語られたことがあったが、後にガーラの先代の人中力文福の存在が明かされており、そこから生じた噂であることが示唆されているぜ。まあ、メタ的なことを言うと後付け設定だろうがな。他の隠れ里が美獣を欲しがってた中、砂がくれは資格を持ってたから欲しがらなかったわよね。九尾との仲が最悪だっただけでなく、他の美獣よりも人間に振り回されまくっており、そういう意味では資格がグレるのも無理はなく、美獣の中でも苦労人のイメージが強いぜ。初期の頃から登場し、最初はファンキーな性格に目が行きがちだったが、後に可愛げのある面や不憫さが描写されていき、美獣の中でも九尾に次いで名が知られてるぜ。また、他の美獣と比べて明らかに子供っぽく、末っ子感が出てるぜ。そうね。人中力は作中で二人明らかになっており、一人はガーラ、もう一人は文福だぜ。二人とも砂がくれの中でも劣悪な扱いを受けていたぜ。四角は文福に対して同情していたような描写が存在するぜ。また、文福のことを陸道仙人に似てると四角なりに彼に賛辞を送っており、文福自身が温厚な性格で、四角に対して好意的に接していたからか、彼との仲はそれなりに良好だったようだぜ。陸道仙人のことは慕っていたようだな。四角は人中力に対して理解がある方よね。ガーラのことは初期の頃は嫌ってるような描写があるぜ。少なくとも最初は劣悪な関係だったようだな。だが、後にガーラは四角に歩み寄る姿勢を見せており、四角なりにガーラのことを気にかけてたのかもしれないぜ。また、ガーラが使用する術に四角の衣装を取り入れてる術があり、四角自体にそれほど嫌悪感は抱いておらず、むしろどこかリスペクトしている感もあるぜ。元の美獣を取り入れた術を使うのは他の人中力にも言えるけどね。最終的にはガーラと四角は和解しており、四角はガーラのことを、文福と似てると評していたぜ。ガーラは四角のことを、友と言っており、仲がいいことが伺えるぜ。ガーラとは最終的に離れることになるんだが、それでもチャクラは繋がってるらしく、連絡を取ることもあるぜ。ガーラや文福が四角に対して優しかったのもあるんだろうが、四角は人中力に対して理解がある方だぜ。他の美獣は人中力に対して恨みや憎しみが描写されることが多い中、四角は案外そんなことないわよね。人中力も四角と同じように迫害されたり疎まれたりしてたからな。四角なりに人中力に対して思うところがあったのかもしれないぜ。四角は他の美獣と比べて苦労してるような描写が多いことや愛嬌のある面が多いことから、美獣の中だと読者人気は高めだぜ。また、ボルトにテナント主役会が用意され、その時に茶釜に一時的に四角が封印されるんだが可愛らしく、半ばマスコットキャラとかしてたぜ。ボルトで茶釜の伏線が回収されてたわね。四角を体に封印されたものが寝てしまうと、肉体を四角に乗っ取られてしまうため、それに対する恐怖から人中力は不眠症となってしまうぜ。実際、ガーラは不眠症になってたし、文福も不眠症になってるような描写があったぜ。
その一方で視覚の意識を表に出さないと全能力を発揮できないため、必要な場合は狸寝入りの術で術者が眠らなければならないようだぜ。てか不眠症はどうにかならないの？どうやら描写を見る限り、不眠症は視覚の意思ではどうにもできないっぽいぜ。ただ、ガーラは人中力としての適性が低く、視覚の力を完全にコントロールできてなかったし、分腹も完全にコントロールできてなかった可能性が高いぜ。完全に視覚をコントロールできた場合は乗っ取られることはないのかもしれないぜ。余談だが、視覚は砂だぬきというかなり珍しいキャラクターだったりするぜ。確かに砂のたぬきって他の作品だとあまり見ない気がするわ。ということでここからは視覚の能力を解説していくぜ。お願いします。視覚は美獣の中でも屈指の巨体を誇り、その物量だけでも厄介だぜ。封遁と封印術を主体で戦い、特に封印術が視覚の本領のようだな。他にも自遁も使用可能だぜ。美獣にしては珍しく、忍術を使う美獣でもあるぜ。他の美獣は美獣玉や自身の持ってる能力を行使する場合が多いのに対して視覚は忍術を積極的に使うぜ。これだけ忍術を積極的に使う美獣は視覚ぐらいだぜ。単純なパワー勝負になるとチャクラ量で劣る視覚はどうしても不利になるから、忍術を使った戦い方を身につけたのかもね。なお、バージョン1、2を披露したことがない美獣だったりするぜ。美獣玉を使用してる描写があったぜ。原作には存在しないぜ。アニオリでは一応あるが、あれは B の無限つくよみの夢の中での仕様だったぜ。まあ、美獣玉はチャクラ量の多さで強さが変動するっぽく、他の美獣と比べてチャクラ量が少ない視覚では進化を発揮できないと思われるので、使わなかったのは仕方ないな。キュービが使う美獣玉が最も強いみたいなのよね。体が砂でできてるからか、他の美獣と違って肉体を直接変化させれるぜ。という風に他の美獣と違って特殊な能力を多く持っており、彼の苦労やひねくれた性格を表してるのかもしれないぜ。ガーラと即興で連携術を使用しており、かなり器用だな。まあ、ガーラとは使用忍術の系統が同じで相性が良く、人中力として共にしてきたから連携しやすいというのが大きいんだろうがな。でも、ガマブンタに負けてたわよね。この白寿司編にて姿を見せるんだが、あの時の視覚はガマブンタとナルトの連携によって事実上敗北してるぜ。これのせいで視覚は弱いというイメージがつきまとってる不憫な美獣でもあるぜ。だが、あの時はガーラ自身の人中力としての適性が低かったことや、そもそもコンビネーションが最悪で力を引き出せてなかったことが明言されてるぜ。なので、あの時の視覚はほとんど本気を出せない状態だったんだぜ。あの時は封遁しか使ってなかったわね。また、ガーラとお互い足を引っ張り合っており、視覚がガーラの体にわざと負担をかけていたらしく、これのせいでガーラも本来の力を出せなかったようで、ガーラに封印されてる時は嫌がらせをしていたことが明かされてるぜ。ガーラが視覚を抜かれて弱体化どころか強くなってたのはこれが理由のようだな。ということでここからは彼の使用忍術を解説していくぜ。お願いします。封遁、連空弾。体内で練り込んだチャクラを暴風の砲弾に変え、口から噴射する術で、視覚の得意忍術の一つだぜ。連発で発射することも可能だぜ。術のネーミング割と好き。封遁、サザン弾。ガーラとの連携術だぜ。ガーラの砂に視覚の自遁を仕込み、封遁で飛ばして相手に打ち込み、ガーラの自遁チャクラで縛り、動きを止めるぜ。決定打にはかけるけど、攻撃範囲が広いし、相手の動きを封じれる使い勝手のいい術よね。サバソウ体操封印。これまたガーラとの連携術だぜ。ガーラと視覚の砂で砂漠層体操を発動させ、さらに視覚の自遁を使った受印術で封印をさらに強固にするぜ。また、ナルトに自遁チャクラを渡しており、ナルトはこれで先方、自遁螺旋丸を発動させており、当てた相手を自遁チャクラと封印術で封印できるぜ。視覚の能力の解説はこんな感じね。ということでここからは視覚の活躍を話していくぜ。お願いします。この白寿司編でガーラの狸寝入りの術によって覚醒したぜ。だが、ナルトとガマブンタの連携で動きを止められ、ガーラがナルトにぶん殴られ、起こされたことで意識を失ったぜ。その後はガーラがナルトにやられたことで崩れたぜ。その後はしばらく再登場せず、第二部早々に視覚は下道魔像に封印されたぜ。第四次忍界大戦ではオビトが倒され、ナルトたちによって美獣が引き抜かれたことで久々に登場したぜ。
でもまたすぐに封印されたわよね。ガーラや美獣たちと連携するが、マダラに封印されてしまったぜ。封印される直前にガーラをかばっていたぜ。その後はカグヤが封印されたことで他の美獣ともども解放されたぜ。だが、サスケによって地爆転生で封印されてしまったぜ。まあ、その後はナルトとサスケが和解したことで解放されたんだがな。以降の所在は不明だったが、ボルトにて砂がクレの近辺で静かに暮らしてることが明かされたぜ。ボルトの頃には美獣がマスコット化してたわよね。四角をモチーフにした四角人形が販売されており、砂がクレではかなり売れてるらしく、この葉でも売られてるぜ。だが、この葉ではキュービのクラムをモデルにしたクラーマ人形の方が売れてるらしいな。どうやら他の美獣もマスコット人形として販売されてるようだぜ。ボルトの中任試験ではガーラにテレパシーを取り、8尾に異常が起こったことをガーラに連絡していたぜ。ボルトではまさかの主役会を与えられたわよね。大津月裏式の襲撃を受け、この葉に避難することになったぜ。ガーラに茶釜に入るよう言われたが、四角は嫌そうだったぜ。だが、結局ガーラに根負けして自分から封印されたぜ。その後はボルトに興味を持ち、彼にくっついていたぜ。砂がくれの新規には四角様と呼ばれ、敬われてるようだが、堅苦しいと言ってたぜ。最終的にこの葉に避難することに成功したぜ。ナルトとガーラの頼みだから仕方なく聞いていたが、キュービとの仲の悪さは相変わらずだったぜ。ひまわりに懐かれてたわよね。ひまわりは四角人形を気に入っており、そのモデルである四角がやってきたことで懐かれたぜ。四角は最初は戸惑ってたが、ひまわりがキュービを気絶させたことを知り、興味を持ったぜ。だが、偶然であったことを知り、落胆したぜ。その後はいろいろあってひまわりと和解し、キュービと少し話してたぜ。最後はひまわりと別れ、四角は安全な場所に移すことになり、ひまわりに別れの挨拶として尻尾を振ってたぜ。裏敷が死んだ後の描写はないが、おそらく砂が暮れの近辺に戻ったと思われるぜ。これで四角の解説は終わりね。総括すると四角は美獣の中でも苦労してる美獣と言えるぜ。愛嬌のある面も多くあると言えるな。そうね。ということで四角の解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。